真面目川キャンドルナイトが3月9日、山口大医学部附属病院に近い宇部大橋の周辺で開かれ、大橋から安らぎ橋までの両岸に4000個のキャンドルや竹灯籠が灯されました。訪れた人たちはパフォーマンスやワークショップも楽しみながらゆったりと夜のひとときを満喫しました。真面目川を活用して市内の活性化を図ろうと2021年から始まり、今回で4回目の開催です。点灯式では篠崎啓治市長が市の中心的なイベントとして定着してきました。一つ一つに市の未来や夢、希望への思いを込めながら明かりを灯していこうと挨拶しました。訪れた人たちは点灯の合図に合わせ、近くのキャンドルにライターなどで火をつけました。おお、すごい。徐々に空が暗くなり、優しい光が周辺を照らしました。地元アーティストによるライブ、シャボン玉のパフォーマンス、キャンドルとともに撮影できるコーナーもあり、たい焼きやお好み焼きなど10種類以上のキッチンカーが出展しました。